油そば？いかにも太りそうな名前ね。私への嫌がらせのつもりかしら。アメリカ人女性による日本の油そばにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、油まみれの麺なんて食えるか。アメリカ人女性が日本の油そばを初めて食べた結果の話題です。海外、これをラーメンと呼んでいいのか。日本ならではの麺料理といえば、皆さんは何を思い浮かべますか。ラーメンにうどん、そばなど様々な麺料理を思い浮かべることでしょう。そんな日本の麺料理の中で、今海外から注目されつつあるのが油そば。油そばは茹でた中華麺とタレと絡めた東京に古くからある伝統の麺料理で、ラーメンとはまた違う魅力を持つことから、最近はその人気が海外の人たちにも広まっているのだそうです。さて今回ご紹介するのは、そんな油そばを初めて食べたアメリカ人女性によるエピソードです。彼女はダイエット中に日本へ旅行に行ったそうですが、日本の油そばと出会い、いかにも太りそうな食べ物と思ったようですが、一口食べてその考えが変わったと語っていました。果たして彼女は日本の油そばを食べて何を思ったのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私はキャサリン、フロリダに住むアメリカ人よ。今は恋人のダミアンと一緒に暮らしているの。大学時代から付き合っているダミアンは、とにかく体が大きくて食べるのが大好き。そんな彼と一緒に暮らし始めたせいか、私の食事量も彼に合わせて自然と増えてしまって、彼と同じくらいの量の食事を食べ続けた結果、10キロも太ってしまったの。ちなみにダミアンは、もともと脂肪を溜め込まない体質なのか、たくさん食べてもそんなには太らなかったけど、私はその逆。すごく太りやすい体質で、食べればその分すぐに脂肪がついてしまうの。これが運動ですぐに落ちればいいんだけど、厄介なことに私の体は一度肉がついてしまうとなかなか落ちない仕様になっているみたい。何度も運動や食事制限といったダイエットを試みたけど、どれもあまりうまくいかなかったの。そんなある日のことだった。キャサリン、今度の休みに日本へ旅行に行かないかい？え、日本？確か漫画やアニメで有名な国だよね。ダミアンは日本の漫画やアニメの話なんてしないし、どうして彼が急にそんな遠いアジアの国へ行こうだなんて言い出したのかさっぱりわからなかった。キャサリンが不思議がるのも無理はないよね。君、ダイエット中だろ？日本にはヘルシーな料理がたくさんあるから、今の君にぴったりだと思ったんだ。向こうで美味しい料理に出会えれば、ダイエットの励みになるだろう。確かに日本食はすごくヘルシーなイメージがあるわね。どうして今まで気づかなかったのかしら。実はここ最近ゼリーやフルーツばかり食べていて、ちょっとダイエットに飽きていたの。もしかしたら日本に行けば新しいダイエットメニューが開拓できるかもしれない。そう思って早速私はダミアンと一緒に日本へ行くことにしたの。そして日本へ。ここが日本ね。すごく都会的だわ。東京についてまず驚いたのが人の多さ。特に今は日本へやってくる外国人も多いのか、観光地は訪日外国人でいっぱいだったわ。浅草にはたくさんの屋台があって、美味しそうな匂いについ買い食いしてしまいそうになったけど、なんとか我慢したわ。すごく後ろ髪惹かれる思いだったけどね。キャサリン、お昼はそばを食べようか。すごくヘルシーな料理らしいよ。本当？楽しみだわ。ダミアンはあらかじめ行きたいお店を下調べしてくれたみたいで、スムーズに案内してくれたわ。ちなみに日本のそばは血糖値の急上昇を抑えてくれる低 GI 食品と呼ばれていて、糖質や脂質の代謝を助ける働きもあるんですって。まさにダイエット中の私にはぴったりの食べ物だと思ったわ。お店に着いた私は迷うことなくとろろそばと豆腐を注文。初めて食べたとろろの食感は不思議だったけど、すごく美味しかったわ。しかもとろろはすごく栄養価が高いらしくて、滋養強壮や疲労回復に効果もあるんだそうよ。
美味しいだけじゃなく体にもいいなんていいことずくめよね。それから一緒に頼んだお豆腐もすごく気に入ったの。四角くて真っ白な見た目も面白いけど、あの素材由来の優しい味は濃い味付けが好きなアメリカ人には作り出せないでしょうね。アメリカのアジアンスーパーにも売っているみたいだし、帰国したら絶対に買いに行こうと思ったわ。食事を済ませ、私たちは観光を再開。いい運動になると思って高尾山に登ろうということになった。まあ山の中腹まではさすがにケーブルカーに頼ったけどね。リフトによる移動手段もあったけど、ダミアンと二人で乗ったら大変なことになりそうだからやめておいたわ。頂上まではそれなりに歩くから確かにくたびれるけど、景色も最高だったし、とっても楽しい思い出になったわ。高尾山の観光を終えて、都会へ戻ってきた頃にはもう夕方。観光でたくさん運動した私たちのお腹はペコペコだったわ。お腹が空いたね。夕飯は僕がずっと行きたかったお店へ行こうか。ええ、いいわよ。さすが東京というだけあって、お店に行く途中でいろんな飲食店の看板が目についたわ。特に日本の看板は食べ物の写真やイラストが大きく掲げられているみたいで、美味しそうなステーキや焼肉の看板を目にした時は何度もお腹が鳴ってしまったわ。そういえば最近ダイエットを気にしすぎて、ああいうこってりしたものを食べていなかったわね。まあ仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、そう思い始めると急に虚しさを覚えたわ。日本にはこんなに美味しそうな食べ物がたくさんあるのに、カロリーや体型を気にしなきゃいけないなんてね。もちろん日本に連れてきてくれたダミアンには感謝しているし、そばやお豆腐といったヘルシーな日本食は素晴らしいものだった。だけど、せっかくの旅行なのに、このままカロリーを気にしながら食事をし続けるなんて、なんだかもったいないって思ってしまったの。ああ、いけない。こうやって気を緩めてしまうから、いつまで経っても痩せないのよ。実は私は結構意志が弱い方で、今まで何度もダイエットに失敗してきたの。初めこそ運動や食事制限を頑張るんだけど、結局欲に負けてドカ食いしてしまう。だから今回こそは必ず成功させてやりたいって思っていたの。そう心の中で葛藤していると、ダミアンが急にこんなことを言い出してきたの。キャサリン、今晩くらいは息抜きしたっていいんじゃない？せっかく日本に来たんだからさ。そうは言うけど、さすがにカロリーの高いものを食べたら罪悪感でとてもじゃないけど美味しく感じられないわ。それでまたダイエットに失敗したら怖いし。まあそうだろうと思ったよ。大丈夫。僕が今の君にぴったりの日本食を紹介するからさ。ダミアンは笑って私にそう言ったわ。ぴったりの日本食って一体何かしら。そう思いながらダミアンの後についていくと、一軒のお店にたどり着いたの。さあここだよ。ここは油そばの専用店で、今 SNS でとっても人気なんだ。え、油そば？ラーメンやうどんは聞いたことはあるけど、油そばというワードは聞いたことがない。気になってその意味をダミアンに聞いてみると、信じられない答えが返ってきたの。油そばっていうのは英語でオイルドラーメンヌードルズって呼ばれていてね、簡単に言うとスープが入ってないラーメンのことなんだ。なんですって？油？油ってあの油？嘘でしょ？ダミアンの言葉に私が驚いたのは言うまでもないでしょうね。だってよりにもよってオイルなんてワードが使われているんですもの。オイルなんて絶対に太るし、ダイエット中の私にそんなものを食べさせるなんて、油まみれの麺なんて食えるか。あまりのデリカシーのなさに怒りを感じた私は猛抗議したわ。油そば？いかにも太りそうな名前ね。私への嫌がらせのつもりかしら。確かに名前は太りそうな感じはするけど、そんなに心配する必要はないよ。今日はたくさん歩いてカロリーも消費したことなんだし、せっかくだから食べてみようよ。もうどうしよう。お店の中に入ってみると、入り口に小さな券売機があったわ。どうやらこれで注文するみたい。だけど驚いたのがその値段ね。メニューには並盛りや大盛りとかがあったんだけど、トッピング以外の値段はほぼ一緒だったの。
ダイエット前は喜んで大盛りを選ぶんだけど、さすがに今は並盛りにしておいたわ。ダミアンは大盛りを選んだみたいで、たくさん食べられるってすごく喜んでいたけどね。オーダーしてしばらくすると、店員さんが注文した油そばを持ってきてくれたわ。初めての油そばに対面する私は、恐怖と不安の気持ちでいっぱいだった。麺も具も油でギトギトしていたらどうしよう。もし食べられそうになかったら、ダミアンにあげるしかないわね。そう思いながら油そばの入っている器を恐る恐る見てみると、中には茹でたばかりの麺とチャーシューといったトッピングがいくつか入っているだけだった。油そばという名前の割には麺も具もギトギトした感じが全くなくて、思わず拍子抜けしちゃったの。へえ、確かにスープがない分見た目はとってもヘルシーに見えるわ。けどこんなの本当に美味しいのかしら。油そばを美味しく食べるにはコツがあるんだ。このお酢とラー油を回しかけてごらん。そう言ってダミアンはカウンターに置いてあるお酢とラー油を私に渡してきたわ。お酢とラー油、なんだかこの麺に合わない組み合わせに見えるけど、どうなのかしら。ダミアンが熱いうちにというので、私は騙された気分でその2つの調味料を回しかけたわ。美味しくなるかは半信半疑だったけれど、いざお箸を使って混ぜてみると、そこに溜まったタレが絡みついてきて、なんだかすごくいい匂いがしてきたの。わあ、すごく食欲がそそる匂いだわ。待ちきれなくなった私は、タレのよく絡んだ麺を一口食べてみることに。え、これが油そば？すっごく美味しいわ。もちもちした麺に醤油ベースの濃厚なタレ、ごま油とラー油の香ばしい香りは絶品で、私の箸はどんどん進んでいった。酢を入れたことで油のしつこさもマイルドになっていたし、とても食べやすかったわ。それから油そばに入っていたトッピングも絶妙だった。シャキシャキの白ネギにコリコリとした歯ごたえのメンマ、そして甘辛いタレが食欲をそそるジューシーなチャーシュー。スープもないのにラーメンでおなじみのトッピングがこんなにもマッチしていたのにはさすがに驚かされたわね。ちなみにこのお店では追加のトッピングもあるみたいでね、焼き海苔やマヨネーズ、パルメザンチーズやネギゴマなんかがあるらしいの。スープがない分いろんなトッピングが追加できるのも油そばの魅力だと思ったわ。そうそう、ダミアンが言っていたんだけど、油そばには美味しく食べるコツというものがあるらしいの。お好みでニンニクや柚子胡椒を入れて味変するのもいいんだけど、一番はやっぱり温かいうちに完食することなんだって。確かにどの料理でも冷めると美味しくなくなるし、温かい油そばならなおさら冷める前に食べた方がいいかもしれないわね。ああ美味しかったけど、これだけ高カロリーな食事をしちゃったら後が心配ね。確かに食後の運動は必要だろうけど、そこまでカロリーは心配しなくていいと思うよ。え？どういうこと？この油そばは名前こそ太りそうな名前だけど、ラーメンに比べてカロリーが低めに抑えられているんだ。それにラーメンだとスープは飲んじゃうけど、油そばにはその心配がないから最後まで美味しく食べられるしね。言われてみれば確かにそうね。ラーメンのようなスープがある料理だと高カロリーって分かってても、ついもったいないと思って飲んじゃうものね。なんだか油そばを完食した罪悪感が一気に吹き飛んだわ。キャサリンがそんなに生き生きした笑顔を見せてくれたのは本当に久しぶりだよ。やっぱり今まで無理してダイエットしすぎたんじゃない？いくら痩せたいからって食べる楽しみがないんじゃ辛いだけだろう。あ、そういえばダイエット中はフルーツや淡白な肉ばっかりで、最近は心の底から美味しいって思えるものを食べていなかった気がするわ。ダミアンの言葉で私はようやく今の自分が無理していることに気がついたの。確かに無理なダイエットなんて続くわけがないし、一度やめてしまうとその反動も大きい。バランスのいい食事と運動を続けることも大事だけど、適度に息抜きするのもダイエットを続けるためのコツだってことが分かったの。ただ勘違いしないでほしいのは、この油そばはあくまで比較的ヘルシーな麺料理であるということね。麺に炭水化物が含まれている以上、これを食べればダイエットの効果があるなんてことはないし、運動せずに食べ続ければ当然太ってしまう。
ダイエット中のご褒美としてたまに食べるのが一番いいんだと思ったわ。楽しかった日本旅行の最終日、私はホテルに備え付けられていた体重計に久しぶりに乗ってみることにしたの。すると、あ、少しだけ体重が落ちてる。なんとあれだけ運動しても落ちなかった体重が落ちていたの。観光でたくさん歩いたのと、旅行中に和食を中心とした食事を取り続けていたおかげかもしれないわね。ダミアン、聞いて、体重が落ちてるの。本当かい？すごいね。ええ、これもダミアンが日本旅行に誘ってくれたおかげだわ。本当にありがとう。それから帰国後、私はすっかり和食を中心とした食事を意識するようになったの。おかげで少しずつだけど、前よりもスリムな体になっているわ。もちろん時々ドーナツやハンバーガーの誘惑に負けそうになる時もあるけどね。でもそんな時こそ自分へのご褒美として油そばを食べるようにしているの。材料もリーズナブルで揃えやすいものばかりだから、手軽に作れるのもすごくありがたいと思ったわ。もしダイエットに成功したらまた日本へ行くつもりよ。日本の美味しい食べ物を思いっきり堪能できる日が今から待ち遠しいわ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本では誰も語らないラーメン、それが混ぜそば。これはラーメンのようでラーメンではない料理なんだ。油を含んだ太麺、そして生卵のソースがかかっている。食べる前に混ぜるから混ぜそばって言うんだよ。めちゃめちゃ美味しそうだね。でもこれをラーメンと呼んでいいのか。ラーメンと呼べるかどうかだけど、ラーメンの麺を使ってるならこれは立派なラーメンと呼べるだろう。油そばは人気のあるチェーン店だけどマジで美味しいんだよ。私はラーメンのスープが少ないのが好きだからぜひ試してみたい。日本に行ったら絶対に食べる。混ぜそばはラーメンとつけ麺の中間のような存在だよね。私も大好きだよ。日本よ、私をデブ天国に引きずり込むつもりか。以上が海外の反応です。丼の底に入ったごま油や醤油ベースのタレにラー油、酢などの調味料を好みでかけ、麺に絡めて食べる油そば。油そばの発祥のルーツには主に2つの説があるようです。一つは東京都国立市にあるお店三幸さんで、もう一方の油そばのルーツが東京都武蔵野市にあるお店ちんちん亭さん。どちらも油そば発祥として認められています。元祖の味、定番の油そばは地元での人気が高く、多くのメディアにも取り上げられています。このように油そばの歴史として発祥には2つのお店があるようですね。どちらのお店も歴史あるお店であり、今なお多くの油そば好きに親しまれています。油そばはそのネーミングからカロリーの高い麺料理と思われがちですが、実際は約550キロカロリーほどのようです。普通のラーメンは麺とスープの時点で総カロリーは700キロカロリーを超えるようなので、それに比べるとヘルシーなようです。もちろんうどんやそばなどのヘルシーさにはかないませんが、ちょっとしたご褒美として食べる分にはぴったりの麺料理と言えるのではないでしょうか。そんな油そばは海外でも徐々に人気が高まりつつあります。これからはラーメンと同じくらいに知名度の高い日本食として世界で認められてもらいたいですね。さて今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、次回も見てくださいね。じゃんけんぽん。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。